に知ったこと忘れはしない。あの日のこと甘いメロディー聞きながらお互いに。お帰りなさい。ドラゴンマンションの第一重版です。第一。それは日本車の夢でした。世界ラリー選手権、日本車初の3連覇。その走りはレガシー、インプレッサ、フォレスターに、アクティブドライビング、アクティブセーフティースバル。今年一年ありがとう。来年もマジ頑張っちゃうよ。一家に一枚オレンジレンジムズイク。 The Power of Dreams。 間近で見るレースの迫力を、肘がつくくらいまでに傾けることを、ドライバーライダーを支える人の多さを、スタートで走ることを、全てをかけていることを、ウェルカムトゥーチームホンダ。あなたにも知ってほしい。手のひらの静脈は一人一人違う。そこでです。これからは手のひら静脈認証であなたの預金を守る。スーパー IC カード年会費無料も登場。東京三菱グループ。傷つけるためのものじゃない。さあ、レースのハイライトをご覧いただきます。さあ、開幕戦フランスポーアルノ、まずはオープニングラップ、オールポジションからスタート、ジロラミ、そしてグエリエリと続いていきます。ここでポジションを上げてきたのがエクラッシェがマーチンフォアを攻略して一つ順位を上げてきました。そしてここですね、マーチンフォア、アテラタシをうまく隙をついてのオーバーテイク、テッドビオークも途中トラブルだったのかピットインというシーンもありました。さあ、このあたりはもう待ってられないというところで結構プッシュしてガシャンという音もよく聞こえました。さあ、レース終盤ベルトンのペースが上がらなくなってきまして、はい、この立ち上がりでしたか、今パーツが飛んだんですよね、はい、ペース曲がらないところ、サスペンションのトラブルなのかもしれないですよね、はい、エクラッシェがそのさうまくついてですね飛び込みました。ここでポジションを上げて順位上げていきます。マーキンフォアもうまくポジションを抜いていきます。ベルトン、ここからは防戦一方、後ろからプレッシャーをどんどん受けて、この辺りでも苦しい展開、後ろを従えてなんとか守っていくんですが、ここでちょっと接触がありましたよね。リアが滑ってしまって、まあ、接触の影響元に戻れませんでした。レースはジロラミ、そしてグエリエリ、
2台がワンツーフィニッシュ、ホンダのワンツーで開幕戦終えました。ジロラミは通算6勝目をマーク。チームとともに素晴らしい仕事をしました。さあ FIA 世界ツーリカカップ WTCR、開幕戦の第2レースです。まずスタート直後でポールスタートのミケリス・タッシが接触、これによりましてこの2人が戦線離脱ということになりました。ミケリスちょっとプレッシャーかけすぎましたよね。そうですよね、そしてレースが再開、はい、ここのウルティアの、ね、勢いがあったんで、はい、これはちょっと2台面白いレースになるかなと思ったんですけど、あそこな、はい、に対してウルティアもすごいプレッシャーをかけていったんですが、まあ、そうですよ。でもここからもうセクター3下がってきた頃にはもう離れてたので、はい、ここからはミケル・アスコナの一人旅が始まっていきます、うん、さあ後方では、まあ、順位を落としました、はい、タッシが怒りの走りで順位を上げていくんです、はい、さあそしてイヴァン・ミュラー、この辺りも接近戦がずっと続いていきます。まあ、レース2のがやはり少し各選手よりプッシュをしているようにも見えました、うん、まあ、そんな中ですね、ディフェンディングチャンピオンのエクラッシェ、はい、途中でペースが上がらなくなりましてマーキンファーがその横を抜いていきます、うん、すぐさまエクラッシェはピットに入りまして、どうやらタイヤトラブル、タイヤを交換してまた構成と戻ります。アスコナは逃げのレース、後ろをどんどん離していいレースを見せました。ほとんど映らなかったですもんね、はい、いや本当に綺麗に乗りこなしましてですね、気持ちよいレース。アスコナ今シーズン初優勝、そしてキャリア4勝目をマーク、レース2となりました。2位にはサンティアゴ・ウルティア、そしてマーチンフォアが3位表彰台となりました。そのグリップは勝利をつかむポテンザブリッジストーン。目を閉じて歓声を聞く。今年もルマンに戦いの季節がやってきた。夢、好奇心、情熱、理屈じゃないんだ。日本石油です。初めてのポールポジションになります。カーナンバーは7、スタディ BMW M4。 ポールポジションからはアラ、セージ、近藤、翼組、そして最後27番手からスタートを切るのは、昨日は予選 Q2 でトップタイムながらまさかの失格ということになりました、タナックスゲイナー GTR です。富田隆一郎、大草力組、鈴鹿 GT300 キロレース、GT300 も今スタートを切りました。カーナンバー7番のスタディ BMW M4 アラセージがここはベテラン落ち着いていいスタート、ホールショットを取ります。おっと12番のカルソニックだ、ベルトラン・バケットがスロー走行しています。さあフルコースイエローが宣言されました、フルコースイエローが宣言されました。さあそして GT300 が今メインストレートに戻ってきましたが、300はまだ団子状態でメインストレートを通過していきます。さあ平木礼二が今ピットアウト、マザーシャシー、ここ鈴鹿では
かつて表彰台に、このマッハ号は立ちましたよね。坂口夏でした。その時はね、リアライズ日産メカニックチャレンジ GTR の藤波清人が96番の K チューンズを行いました。さらに96番の後ろからはカーナンバー30番とカーナンバー88番が近づいてきています。GT300 のトップを走っておりましたカーナンバー7番の BMW、 今ピットでの作業を行っています。ミシュランのタイヤはフロント変えましたかね。さて5号車がこれで今リアタイヤがまだコールドタイヤの7号車を捉えられればピットアウトをした裏1番裏1位が変わるかもしれません。さあ近藤翼とそして平木礼二、マザーシャシーのこのメリットを生かしまして平木礼二は無交換でこの後引っ張る作戦なんですが、早くここで捉えておかないと7号車に抑えられるとこの作戦はうまくいかないことになります。56号車がピットに入ります。 GT300 の88号車現在トップが左のリアタイヤがパンクチャーです。さあ今80キロ制限のフルコースイエローになりました。 GT300 は現在トップから36周目入っています。ああヘアピンで244号車タイヤが取れている。セーフティーカー切り替えになりました。 FCY からセーフティーカーです。これまたレース最後動くな。 GT300 も今いった。そして56だジョアオ・パオルでオリベイラ、ジョアオ・パオルでオリベイラが今5号車に襲いかかっていく。エアマスター、そしてマッハ号、そのカーナンバー5番にジョアオ・パオルでオリベイラが襲いかかっていきますが、マッハ号が抑えた。マッハ号が3番手を抑えました。さあそしてカーナンバー52番の吉田博樹が遅れている。ああ吉田何やってる。リスタートの時に吉田がなんとオーバーシュート。アステモシケイン、これで順位を落として表彰台圏外だ。おーっと当たったぞ、当たったぞ、 JP 当たった。今日立アステモシケインで5号車のブレーキングがギリギリのところ、 JP がちょっと突っついた。さあそして後ろの今88号車小暮もちょっと今厳しい状態になってきたか。カーナンバー7番荒誠二、そして近藤翼のペアもこの後帰ってくると初勝利。さあ駆け抜ける喜びを感じながら今BMW に乗った近藤翼が BMW ティームスタに優勝のチェッカーを受けました。そして2番手争いが今帰ってくるが、2番手争いはどうだ。カーナンバー5番のマザーシャシーのマッハ号が JP を抑え切って第2位。3番手にカーナンバー56番日産メカニックチャレンジ。ナンバー19番のポールポジション栗本雄二が非常にゆっくりとしたスピードから今グリーンシグナルを受けましてレースがスタート切りました。カーナンバー19番栗本がいいスタート。さあそして3号車だ3号車の今千代勝正が1コーナーで37号車を捉えて2番手に上がるか。37号車のサッサ・フェネストラズを捉えました。千代勝正3号車が2番手に上がった。さあ3号車並んだか。 130R の手前で3号車が 130R 手前でトップだ。3号車トップ浮上だ。そして37号車が19号車をアウトサイドから捉えていく。さあそして3番手は19、4番手には16。さあ一気にオーダー変わって17号車までのトップ5が今メインストレートに戻ってくる。おっと12番のカルソニックだ。ベルトランバケットがスロー走行しています。さあフルコースイエローが宣言されました。フルコースイエローが宣言されました。さあ今シグナルグリーンが点灯。さあこれでフルコースイエローが解除されましたので、もう一回ここからレースリスタートになります。
そして GT500 キーパートムスピットに入りました。トムスチームはちょっとピットを前半過ぎますね、ハーフまで持っていけなかったですね。現在 GT500 のトップを走っていましたクラフトスポーツモチュール Z 千代勝正先頭を走っていましたが、この後高星光則にドライバー交代します。 GT300 の88号車現在トップが左のリアタイヤがパンクチャーです。さあ今80キロ制限のフルコースイエローになりました。さあここからもう1回レースレーシングスピードに回復します。さあそしてそこで今ちょっと39号車関口がこれで捉えられてしまいました。カーナンバー17番の塚越光大が前に出ているぞ。ヘアピンで244号車タイヤが取れている。セーフティーカー切り替えになりました。 FCY からセーフティーカーです。これまたレース最後動くな。さあ残り9周の超スプリントレース GT500 クラス、さあこの高野琴ホテル鈴鹿 GT300 キロは果たしてどのチームが制するのか。一気に各ドライバーがアクセルをオンにしてリスタートしていきます。リスタートしていきます。さあここで順位は大きく動くのか。いいスタート、リスタートはカーナンバー3見当たりともにとりましてはやっと訪れるこの初表彰台。今ファイナルラップに入っています。さあカーナンバー3番高星光則、前回の富士の大クラッシュの張本人となりました。そのドライバーが3週間後まさかの鈴鹿で今優勝のチェッカーフラッグを受けようというファイナルラップに入ってきています。高星光則にとりましても千代勝正にとりましてもこの鈴鹿での3号車復活の勝利は自身のキャリア初優勝にもなります。さあ皆さん大きな拍手でお迎えください。最終コーナーからカーナンバー3番復活の鈴鹿で今シーズン初勝利を飾りました3号車。さあ皆さん大きな拍手をお送りください。3号車復活の勝利を挙げました。仲間がいる、夢を待っている人たちがいる。私たちはいろんな人と感動を分かち合いたい。次のステージはきっと面白い。キグナス。勝つために全てを空振り捨てて初めて見えるもの。頂点に立つグランプリドライバーであればモービルワンによってもたらされるエンジンパフォーマンスの優位性を誰もが知っている。あなたはどうですか。モナコのサーキットからあなたが毎日走る道まで世界をリードし続けるエンジンオイル、モービルワン。22-year-old on the front row leading the champion to green, and the two-time Scott McLaughlin is in there as well. Let's go, green flag this time, you bet. Racing at Barber Motorsports Park, and VK will go down into turn one first. Scott McLaughlin around the outside of Alex Palou as we see him to three wide now heading into turn two. Good clean up front. Look at Felix Rosenquist in that orange and blue car for Arrow McLaren SP. Up over turn three and four. Stretching their legs down to turn five. Key overtaking move, and that's what Palou's trying to do on McLaughlin. Look at this. Here comes Tatiana Calderon. This is what I was talking about. Look at this. Colton Herta on Grosjean. Teammate on teammate into turn one.
Oh! Herta runs off and loses that battle. Herta knows that this is the advantage for the red tire now. This is the time to make the move. Here comes the run again on push to pass. Up top, you see Newgarden just got by Calderon, so that's important for his three-stop strategy. Oh, that is a big move right there. That is one of the fastest corners in IndyCar on the circuit for Colton Herta to pull off the outside move on his teammate, Romain Grosjean. Check this out, guys. We're riding on board the Gainbridge Honda with Colton Herta. He had an incident a few moments ago with Jimmy Johnson. Up into turn 16. Looking for the inside run, doing the Joseph Newgarden, little side-to-side contact. So, in other words, Joseph Newgarden up front right now, he'll have to pit in about 9 laps or so, and then you'll see... Look out, Marty! Marty, look out! Callum Ilott arguing over the same bit of track space in the museum section, and this unbelievable run has come to an end. Ilott, with the advantage now, has perfect track position. It just fired in and in too deep. Guys, it's tough to underestimate. And really, look at Holt. He's Herta trying to there get, it is. He's trying to make the Joseph Newgarden move while defending from Joseph Newgarden. Contact with David Malukas there. Does that open the door for Joseph into turn one? Able to dispose of the rookie very effectively. Hinch, watch this. Helio Castroneves, Jimmy Johnson. This is under review. What went down? Oh, what Castro went around? Neves. Right now, these two drivers, Felix Rosenquist and Colton Herta, they're not looking at their steering wheel, guys. They are just grabbing on for Here we go, inside, as inside. He goes for it. It's the Newgarden move by Herta for now a third time, this time on Felix Rosenquist. So clicks up another position, put Colton Herta down now for ninth place. This is Joseph Newgarden. We're on the PPG Chevy and Romain Grosjean. Maybe a slight contact there exiting turn five. This is coming down towards the museum complex. Grosjean's going to be on the outside here for this. They're wheel to wheel, and Grosjean does what he did yesterday. That's what Callum Ilott should have done earlier to Helio Castroneves. Newgarden with the position on the inside. Grosjean goes for a ride, but like the pro that he is, gathers it up. Barely lost, a couple tenths of a second. Let's ride with Fast Hands, the Ninja Award. You see the green lights on the side of the dash. Deep into turn five. Round the outside of VK. What a move from Pato O'Ward! And was that the winning move of the race? Brilliant stuff from O'Ward. Absolutely sent it, and it paid off. This is going to be VK and O'Ward all over again, or will it? Yes, it is. McLaughlin around the outside of Dixon. And goes a little bit wide. Oh! McLaughlin's off. He got sideways on entry. Lost control. Gets it back again, but Dixon and Pagenaud are gone by. Up ahead, Will Power and Scott Dixon were tangling, but this is what went down. Have a listen. This is a full send from way too far back. Colton Herta throwing caution to the wind, gets into McLaughlin, then loops it. Luckily doesn't stall. Let's watch the reaction here. That's his dad, Brian. Well, look at this. Talk about a run. Grosjean on the inside of Rahal. Graham gives... Romain, plenty of room. There's contact. Oh, Grosjean hits him twice. Yeah, I think he aimed for him the second time. Yeah. That was almost as bad as that Jimmy Johnson pass. Pato O'Ward, who had a frustrating start to the year here at Barber Motorsports Park. He's going to win again, but for the first time here, Pato O'Ward. Checkered flag, baby. The Ninja nice drive. Excellent, excellent job. Well he deserved. Wins at Barber Motorsports Park to keep Chevrolet's amazing run going.